グレンコさん の、 そのやっぱり話を聞いてるとけなげだなと思っちゃうんですね。私は本当に気の毒だなと、こんな戦いを強いられなきゃいけないのかと、あまりにも無残だよなと思うんですよね。実際その場でロシア兵入ってきて、で虐殺してる状態というのは本当にすごいんですよ。実はね、それこそ軍事国際法を全部踏みにじってますよ。何なんだこの戦争の仕方、山賊かというようなやり方ですよ。だからそのなんていうのかな、そういう個々のね、そう戦争のやり方推進の仕方そのものの中に国際法違反がここまでぎっちり詰まっていたら、ちょっともうこれひどすぎるんじゃないのというほどのものなんですよこれ。だって本来日本とかだったらこんな国家の恥だろうっていうようなことをやってるわけですよ、ウクライナでね。だからそういうこと分かってんのかね、そもそもって西側の諸国はね、ということもありますよね。だからなんていうのかな、わしはどうしてもまだ足らないとどうしても思ってしまうんですね。でその例えば軍隊そのものを派遣するっていうことまでやってもダメなのかな。つまりじゃあ絶対にロシアの領土には踏み込まないという前提で軍を送ると、ただただウクライナをの自衛だけを助けると宣言するんですよ最初にね。もうこれ我々はロシア領土には踏み込みませんと、ミサイルの一発も撃ちません、ただ国際法を守るためにウクライナを軍事的にも支援しますって言って兵を送ったっていいんじゃないですかこれ、どう。いや私はいいですけどねもちろんまあいろいろな状況を見ながらこういう判断になってることなんで非常に苦しいところですけど、例えば、グレンコさんは力によって結末が見える、全くその通りなんですけど、その例えば100年も200年も本当にやるのかって言ったらそれは分かんないですよね、それはもう本当に実力能力資源の問題がかかってきますから、どこかで妥協はしないんだけれども、例えば一回停戦になるという状態が訪れることは絶対ないとは言えない、可能性としてはあるということですよ、私は進めてるという意味ではなくてね、その時に何らかの停戦維持部隊を出すとか、なるほど、何らかの治安部隊を出すチャンスみたいなものは巡ってくる可能性ありますんでね、今後もいろいろなタイミングを見極めて、いくつかの政策のやり方の検討はした方がいいんじゃないかなと思いますけどね、それでその時にさ、国連って全く役に立たないわけでしょ、ウクライナでは特にそうですね、特にそうです。ただあれですよ、今穀物の輸送とかね、国連も関わって調停しましたし、難民に対する人道援助しているの国連の人道援助機関ですから、本当に1から10まで役に立ってないって私が言ったわけじゃないんですけど一番重要なところで役に立ってないじゃないかって言えば その通り、はい、これ篠田さんはね、国際法の専門家なんです。なおかつ平和をどのように達成するか、平和学 の、 先生でもあるんですよ。だからわしほど過激なことは絶対言えないっていう非常に立場上難しいところにこのウクライナ戦争って置かれていると思うんですよね。立場上もそうかもしれないけど、立場というよりは、私もある程度本当にそう思っているということなんですけど、今国際社会というか、ウクライナを支援している国々が一番考えているのは、実は小林先生がおっしゃったことを、少し、ね、残念ながらマイルドにしたところなんですよ。でも延長線上にあるウクライナが侵略されてしまったことを、いろんな角度からいろいろ分析できると思うんですけど、それだけじゃないですよ、それだけじゃないんだけど、一つの言い方はやっぱり
NATO に入れなかったから侵略されてしまったんですよね。ポーランドやスロバキアは侵略されない、うんうんはいはい、バルト三国も侵略されてない。そうだね、まあ、別に侵略された方がいいというか侵略されるのが当然だったって言ったわけじゃないですよ、うん、だけどなんでウクライナだけ侵略されてて奴らは侵略されてないんだって言った時の一番簡単な答えはだってあっちは NATO に入ってるし、そうです、ね、ロシアも手が出せない、ね、まあ、こっちは入ってないんだけどそのうち入るなんて言ってるから、うん、早いとこ侵略しちゃおうかって気になっちゃったっていうのが、まあ、一つの答えなんですよね。そうだな。そうすると、うん、NATO に入れてあげないとまた侵略されちゃうじゃないかっていう議論が出る、うんうん、ただ今交戦中ですから、うん、あの非常に法技術論から言っても交戦中の国を入れてしまったら自動的に全30カ国がロシアと交戦状態に入りますから、うん、ロシアとの戦争を一回終わりにしてしば、まあ、本当に平和になって安定したなっていう時じゃないと、うん、まあ、申し訳ないんだけどワシントン条約の5条が適用される、うんうん、NATO の、加盟国にするのはちょっとハードルが高いんですよ、うんうんうん、これはまあ、 あのいろんな意味で、まあ、確かに残念ながらですよ、残念ながらなんだけど、まあ、そうだって言えばそうだっていう中で、うん、まあ、EU の加盟を先に目指そうっていうことを今やってて、うん、EU も共通外交安全保障政策っていうのをやってますから、うん、EU のパートナーに正式に認定されたっていうことは大きな意味がありますけれども、うんうん、まあ、EU はもともと経済共同体から始まっている、国際地域組織ですから、うんうん、ちょっと足りないところがあるのも事実、うん、っていうかかなり足りないんですよ、うんうん、そこでマクロンというフランスの大統領は、はい、その間を縫うようなっていう言い方はしてなかったかもしれないですけど、まあ、要するにその間を入れるような新しい政治共同体が必要だっていう、うんうんうん、それは NATO に入れないんだけど、うん、ウクライナは守るよ、うん、ウクライナに最大限の支援をするよっていうことを表現するための何らかの地域的な枠組みっていう意味ですよね、うん、この文脈で言うと、うん、でそれ何なのっていうと、いや今検討中、うんうん、しかもヨーロッパの共同体って言いますけど、まあ、我々日本はね何も武器の一つも提供してないですから、うん、あんまり偉そうなこと言える立場じゃないんでね、うん、それも含めて小林先生にね、まあ、ちょっと全くその通りなんだけど日本はまずね、あの車の一台で送ってみろっていう話なので、まあ、ちょっといろいろあるということの中で、うん、その新しい政治共同体なるものを作って強力かつ継続的にウクライナを支援する、うん、残念ながらまだ NATO の正式加盟国には入れられないんだけどというところ の、 あの枠組みっていうのを今考えてて、日本もそこで協力していく、うん、あの仕組みを取っていくことはできるか、うん、まあ、あるいは期待されるんだと思うんですね、うんうんうん、でこれは今、うん、明日からできるかっていうと、その一緒に戦うというか、まあ、一定程度安定の状態になったところでそこにウクライナをが再び侵略されないような、まあ、支援、さらなる継続的な支援を入れるための制度的な枠組みということになると思うんですね、うん、なのでそれじゃ遅いとか足りないって言われればまたその通り、うん、その通りなんだけど、まあ、あのなんとかそういうところから積み上げようという考えは皆さん検討はしていらっしゃるのかなと思いますけど、ね、うん、なるほど。